はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらのメジャーキャラピックアップガチャを引いていきたいと思います。まあ、メジャーキャラのね、復刻と、ギブソンジュニアのデビューで、これでメジャーキャラが全員揃った形になります。でガチャの内容を確認していきますと、まず初回10連パワーストーン180個で引けて PR 以上のギブソンジュニアが1枚確定と。で2回目になりますとパワーストーン220個で引けて SR 以上1枚確定で、3回目と4回目が、バナーキャラから SR 以上1枚確定という形で、まあ、バナーキャラはメジャーのキャラクター全員になってますね。で5回目になりますと SR 以上のギブソンジュニアが1枚確定というようなところになってて、まあ、一応5回分までの石は用意してきてあるんですけれども、まあ、4回目まででね、ギブソンジュニアが当たった場合には、5回目の方はちょっと見送ろうかなと思ってます。まあ、もちろんギブソンジュニア45まで解放できれば、まあ、強いんですけれども、37と40がね、初期評価アップなので、まあ、4回目までで1枚手に入ればそれでいいでしょうということで、5回目は見送ります。でメジャーキャラクターに関しては、自分はね、眉村と、草野とカオルちゃんを持っている状態なので、まあ、半分以上持ってないですよね。まあだからね、ここで、他のメジャーキャラが当たってくれればかなり嬉しいんですけれども、まあ、カオルちゃんはね、プラゴとかまで解放できればまたさらに強くなるので、まあ、そういったところでも嬉しいですね。ではガチャの画面に行きましょう。あと今チャレンジでね、メジャー系のチケットも手に入れることができて、SR チケットの方も、回収してきておりますので、まずはこちらのチケットから、消化していきましょう。PR チケットメジャーバージョン、これをもう2連につぎ込んじゃいますと。まあ、ここら辺でね、中では SR が当たったよっていう人も出てくると思うんですけれども、まあ、自分は普通でしたと。眉村とタイガですね。ではではではチケットの SR、 これを使っていきましょう。さて誰が当たる。もうこのね、金の玉が出ても、まあ、一応 SR チケットなんで、まあ、SR が入ってるっていうのは。おー、カオルちゃん4か。これで4は確定したな。ってなるとカオルちゃんもう1枚欲しいわ。俺 PR とかどんだけ持ってたっけ。まあさすがに PR5 枚とかは持ってないんで、カオルちゃん5にしたいな。そうするとこれもう次いつ復刻するか分かんないですからね。まあとりあえずまあタンガチャから引いていきますか。タンガチャ使っても多分石は大丈夫だと思うんで、タンガチャからいきましょう。こういうところからね、仮に SR が出るとめちゃ嬉しいですよね。タンガチャ SR はね、ただ俺もね、2、3回はね、引いたことあるんですよ。うん、ゴロウくんの PR だけど、そもそもゴロウくんを持ってないっていう。それでは、10連の方に行きます。まずは PR 以上のギブソンジュニア1枚確定なんですけれども、これはまあ1回目2回目3回目4回目5回目まで、特に出現率に関しては、通常通りになってます。なので本当に1枚入確定枠以外で1枚入ってればかなり嬉しいところではありますけれども、ここは何にもないね。これはまあそんなもんでしょうと。あとはね、カオルちゃんよ、カオルちゃんがマジで欲しい。アラシマルとかいいわ。てか R シリーズは PR のウドくんもな。あ、カオルちゃん来た来た来た。よし、とりあえずカオルちゃん1枚確保。どうする、またこれ大丈夫博士像を突っ込むことになるかもしれないな。永遠に神楽坂くんが解放できないっていうね。じゃあ2回目に行きましょう。ここは SR 以上1枚確定ではあるんですけど、これだけメジャーキャラがいればね、メジャーキャラが入ってて欲しいんですけど、どうかな。まあ、とりあえず1枚入ってるっていうのは安心材料ではありますね。ほい、1枚と。さてどなた。おー、しとしくんだ。よし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 。本当にね、メジャーキャラであれば新キャラはもう誰でもウェルカムです、今の状態は。カオルちゃんの R か。
阿久津、阿久津タイガ、うん、いいねいいね。あ、ここら辺はねかなり安心できるな。で次が3回目か、3回目もメジャーキャラが来るんで、まあ解放してもよし、カオルちゃんが来てもよし。2枚入っててもよし、入ってるね2枚。まずはこれ確定枠、草野か。草野くん今いくつだっけな。あとはカオルちゃんよ、カオルちゃん、カオルちゃん R よし。草野、おい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 、草野も草野の呪いだな。やっぱりねメジャーキャラの中では草野はねどうしてもね、ランク的にね1個下がっちゃうと思うんですよね。まあ、金徳魔術師っていうのがライバルがね多いですよ。魔術師持ちはウラガとかね、まあ凌介兄さんとかもかなり優秀なキャラなんで、まあそこと比べるとね草野もちょっと出番が減っちゃうんですけれども、ただ草野はね外野なんで暁大付属でね、生きるっていうところがありますので、まあ、草野も俺結構暁大付属で使いますね。やっぱね魔術師欲しい時に、外野として草野を入れるっていう。まあ、とりあえず4回目に行きましょう。これでギブソンジュニアが出なければ5回目も行きます。あとはカオルちゃんが欲しい、カオルちゃーん5、これはカオルちゃん来た。とりあえずフラゴにはできるね。ちょっと PR とかがね余っちゃうんだよね。カオルちゃんどうする、置いとくちょっと新キャラには恵まれなかったね。メジャーキャラの新キャラに恵まれないな。ただカオルちゃんがプラゴになったのはでかいね。じゃあここでギブソンジュニアをもらっておきますか。いやゴロー欲しいな、ゴロー。いや阿久津も欲しいんだよね正直。阿久津もね変化球キャラで、かつやる気デッキのはずなのでブレインマッスルでね使えるんで、ゴロー確率出てくんないかな。2個目として2個入っててくんないかな。阿久津ゴロー、阿久津ゴロー、夢は消えた。いやまあ全然いいんだけど。でギブソンジュニアとカオルちゃんの PR。 いやこれカオルちゃんの SR が1個余ったね。そうすると眉村の PR か。というような形になりましたので、とりあえずまたボックスへ行きましょう。はい、じゃあこちらがボックスの中身になりまして、まず草野ですね。草野をプラ3にしちゃいましょう。もうこれ両方突っ込んじゃおう。ポイポイと。で草野とかって PR 当たったんだっけ、なんかよくわかんないやただやっぱりねボックスがねほんといっぱいなんで、とりあえず草野を上げて、であとカオルちゃんをどうやって解放していくかだね。PR とかを余らせてもしょうがないから、まずは PR に R を食わせよう。でそこから一応1解放して、でどこだ、カオルちゃん、このカオルちゃんプラス3のカオルちゃんにこの2つをもう食わせちゃおうこれで5になったらすごいはすごいよねまあいらなくなっちゃうんだけど、これでやってみようか5になったんだけどどういうこと俺はこのカオルちゃん2枚をどうすればいいのミキサーにかけちゃっていいかな、もったいない気がするんだよねかといってさ、だって PSR のカオルちゃんとかさ絶対手に入んないからね。いやーすげーカオルちゃんだらけになってんななんかまあ予想外にカオルちゃんをプラゴにできて、あとはトシ君とか PR を引っこ抜いてくれば、プラゴにで、あプラゴじゃねえや、 PR のプラゴにして、トシ君レベル上げられるかな。ちょっと覗いてみようか。 PR が2つあればいいんだよね。トシ君系を全部回収しよう。ト
トシ君系を。草野がいる。トシ君ここにいる。で、阿久津とかもな。プラゴが2つ揃ってるからな。阿久津欲しかったな、やっぱり。トシ君は1人しかいないか。そうだね。ってことは、どういう状態だ？キャラ順になってるから、トシ君、トシ君。ああ、3が4になるのか。なるほどね。かといってね、トシ君に PR 博士像をね、ちょっと突っ込むのはさすがにもったいないよね。37になると、だって初期評価アップだからね。これでさ、やる気効果アップ50がつくとかだったら、まあ考えるけど多分入れないね。というところか。ちょっとカオルちゃんの SR2 枚が無駄になっちゃったけど、一応取っておきましょう。ミキさんにはかけないで。というところで、まあね、カオルちゃんのプラゴが出来上がったんで、まあ、カオルちゃんはね、ブレインマッスルでも全然使っていくキャラなんで、今後も、カオルちゃんプラゴをどんどん使っていきましょう。あと、マヨメラが、3にできれば、またそれはそれで嬉しいかな。3になると、まあ初期評価だけども、どうせだったらマヨメラ解放してほしかったね。タイガ君、PR のプラゴが作れるね。まあ一応、こんな感じで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。